皆さん、ご機嫌いかがでしょうか今日は浦島太郎の第30回です。今日はここからです。これは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。次は「き」上の小さな点も忘れないでくださいね。 これはナス高原の「ナという漢字を崩したもので「ナと読みます次は「モースという漢字を崩したものですこれは「や」これは「う」ですこれはい このくるっとした字は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、成人のせい、なるという漢字を崩したものです。ここでは、下に人とありますから、名詞が来ていますので、このなりはなると連体形で読んでください。これは人です。 次は二塗りの二という漢字を崩したものです。二と読みます。これはくのようですが、縦棒が入ってからくねっとしていますので、てんという漢字を崩したもので、てと読みます。これはそうろうという漢字を崩したものです。 これはへですね。次は「八」という漢字を崩したもので「はと読みますが濁点がついていますのでここでは「ばと読みます。これはう次は次です。 これは「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます。これは「満、ま、という漢字を崩したもので「ま」と読みます。これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは「遊ぶ」という漢字を崩したものです。 遊遊園地のです遊と読みますこれはくです次にうえこれはお次はば これは、ごという漢字を崩したものです。これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。多少のたです。これはずですね。左に大きく膨らんだお腹の大きなペンギンのような形をしています。 これは年という漢字を崩したものです。ねと読みます。これは僧楼という漢字を崩したものです。これは屋,の屋根の「や」という漢字を崩したものです。「や」と読みます。これはらです。 次は「ん」これは夫人の「婦という漢字を崩したもので「婦と読みますこれは「し」ですね次は「ぎ」 これは、よのように見えますが、左から入って棒がまっすぐです。にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、コとソがくっついた形です。ひらがなのコの下の部分が縦棒になって下のソに続いています。こそと読みます。 これは、そうろうという漢字を崩したものです次は、へこれは、そです次は、のこれは、うですこれは らこれは山辺に鳥と書いてあります島という漢字を崩したものですここに読みがなが振ってありますので拡大して見てみましょうこれは「し」です下は「 まと書いてあります。目を細くしてみてくださいね。まに見えますよね。これはとです。これはいや。次はらです。そしてん。 これは「万」という漢字を崩したもので「は」と読みます。これは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みます。これは「や」ですね。これは「七」。これは「百」です。 これは「年。次はいこれは「せ」ですこれは「ん」次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。 これは二文字ですが、ひらがなのこの下の部分が棒になってとという字と合体しています。こと、先ほどのこそと同じような構造になっています。これは繰り返しの記号です。これはモースという漢字を崩したものです。 これは「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこの横顔のような形をしたものは「おい」という漢字を崩したもので「た」と読みますこれは「へ」ですこれは「そうろう」という漢字を崩したものです 次は「と」ですこれは「申す」という漢字を崩したものです下に「けれ」が来ていますのでこれは連用形で「申し」と呼んでくださいこれは「気持ちの気」ただし「気配」とか「人気」と言いますように この漢字はけと読みます。これはれいという漢字を崩したものです。れと読みます。これはものという漢字を崩したもので、はと読みますが、濁点がついていますので、ばと読みます。 それでは短く区切って読んでみましょうここからですこれは「おきなもすやう」「おきなもすよ」えー「おきながモうすには」「いかなる人にてそろうへば」 いかなる人にてそろえば、えー、どのような人でいらっしゃるので、うら浦島の裏です。島の浦島の行方をば。 行,方を行く先をおたずねろうやらんおたずねろうやらんおたずねなさるのでしょうかこれは不思議にこそ騒浪やら へ、不思議にこそ空来、えー、全く思いがけないことでございますね。そのその。浦島とやらんは。 浦島とやらんわ、えー、浦島とかあいう人ははや,、えー、はやはやはもうすでにという意味ですねもう700年以前の700年以前の 700年も前の「こと」と「こと」と「こと」だと「申すつたへそろう」と「申し伝えそろう」と「申し伝えております」と 申,すければ申しければ申したのでさてどうなるんでしょうねまたお会いしましょうごきげんようさようなら